はい、こんにちは。はい、こんにちは。タイポチャンネルです。今日も気になる観光のニュースをピックアップするコーナーです。よろしくお願いします。お願いします。第3弾ですかね。第3弾です、はい。今日のニュースはエアアジアのニュースです。はい。航空産業の LCC っていわゆるローコストキャリアの、まあ、大手のエアアジアジャパンが暫定続きを申請をしたっていうニュースが飛び込んできました。はい。これめっちゃニュースになってますね。はい、なんか僕らもあのタイとか行く時とかはエアアジア使ったりとか、日本国内とかでもまあ安かったりするんで、あのセールとか見てエアアジアを使ったりとかするんですけど、結構これは大きなニュースですよね。これエアアジアっていう母体の会社があって、それの傘下のエアアジアジャパンっていうのがあって、それがまあ撤退をする、で2度目の参入が失敗したっていうニュースになってます。エアアジアはね、海外やし、名古屋かな、多分名古屋を拠点にしてる海外に、ねうん、まあ、国内もあるけど海外から来てて、まあ、タイとか名前の通りね、アジアに行くような路線だったりするんで、まあ、世界的に鎖国になってますけど、やっぱり苦しいんだろうなっていうのだと思いますね。で、本体のなんかエアアジアグループも、やっぱり少しずつはコロナの影響を受けていて、けれども、なんか今回もう一個ニュースがあって、エアアジアジャパンがまあ破綻をした中で、母体のエアアジア、ASEAN 諸国でのエアアジアが、どんどん回復の傾向にあるというニュースも同時に出ていて、このニュースは、もともと母体のエアアジアが、旅行業のチケットの手配だったりとか、飛行機飛ばして人を動かすみたいなところではなくて、別のところで DX ってやつですね、を進めて、例えばチケットを買う以外のプラットフォームを展開したりとか、ね、フィンテックビジネスのビッグペイっていうのを、デジタル銀行を開設したりとか、でそれがマレーシア政府から認可を下りたりとか、フードデリバリーを開始したりとか、あとは機内食を提供するレストランを手掛けてたりとか、かなりこう手広くやっていて、航空産業だけじゃなく他のこう飲食業とか、金融業とか、そういうところにもこうちょっとずつ入ってきているっていうニュースが出てます、でこれによって全体の売上も 57% 増とか、なんかこれによるとあれですね、第2四半期、だから7、8、9月との比較で第3四半期10、11、12月の第3四半期とその2つ比較すると、エアアジアマレーシアは 36% 増、エアアジアインディアは 79% 増、すごい、でエアアジアタイランドは 65% 増で、なんか多分 1.5 倍以上の回復を見せてると。これはすごいですよね。なんかそれも、まあ、航空産業が結構厳しい中で、国内でこんだけの需要を作ってるっていうのはすごいなっていう、なんか前回のニュースでもあったように、この HIS が海外の M&A のところの仲買い入るみたいな話だったりとか、こう観光業の大きな会社とかがどん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 違 う産業に入ってきたりとか、なんか一緒にそれをこう作ったりとかしていて、なんか大きな変化があるなっていうニュースでした。このエアアジアがネットワークを持ってる、タイ、シンガポール、オーストラリア、韓国、インドネシアは感染拡大が結構抑えられてるみたいで、だからまあ各国の政府とか空港とかと結構協力体制を敷いて、トラベルバブルっていうまあ次の新しい旅行になるみたいなのを作っていこうっていうのを結構一致団結してエアアジア中心になってやってるみたいで、まあ今のニュースを見るとそこに日本だけ外れてるというか、そうですよね。日本ではまあ一応感染者数自体は増えてるし、国民性もあって結構過剰な反応をして、なかなかねその旅行とか外に出ることに対するネガティブな意見とかもやっぱり多かったりするんで、まあ、このエアアジアネットワークの中で他の国は大丈夫って言いながら連携してる中で日本は破綻しちゃったと。結構なんかそのエアアジアの全体的な動き手で見ると、日本のそのエアアジアジャパンが破綻したっていうニュースだけを見るとエアアジア大丈夫なのかってなるかもしれないですけど、一方で国際的にはかなりこうどんどん回復を見せていて、割と動きとしてはいろんななんか LCC とか航空産業の中だと活発な動きを見せているっていうニュースです。確かに、なんかこのエアアジアとかそのグローバルで展開してる企業とかって、まあ、日本もそうやし他の国とかにも事業展開してるから、割とその各国同士の国民性みたいなのとかを比較して見てるんだろうなと思って、確かに確かに、なんかそういうグローバルな企業からすると今の日本の現状とか国民性とかってどう映ってるのかなみたいな、確かに気になりますね。気になるところですね。確かにその視点は面白いですね。僕も結構反応は割と過剰なんじゃないかなと思うタイプ。まあなんかこの国民性というかその国のムードみたいなのが変わらない限りは、なんかコロナがどれだけ広まろうが、どれだけ新薬開発されようが、まああんまり多分ね、海外旅行とかって増えていかないかなと思うんで、なんかこういう海外の動きとかを見ながら、日本もちょっとずつその外国に海外旅行も行けるように積んでいくといいかなっていうのを思いました。
はい、今回の旅っぽチャンネルでは今後も観光のニュースをピックアップしてご紹介します。僕らのオンラインコミュニティにも参加していただけると毎日観光のニュースが出るのと、僕ら自身も旅をするので旅中の情報だったりとか現地の地理情報だったりを書いておりますので、詳細の方からオンラインコミュニティにご参加ください。あとあれか、この海外旅行の話で言うと、つい昨日リリースしたオーストラリアのコミュニティがあって、オーストラリアの今後の海外旅行について考えていきましょうというコミュニティをちょうどリリースしてですね、それが大反響で残り9枠ぐらいしか、ないので、この動画を撮ってる時点で。なのでですね、もしそういうのこれからの海外旅行どうなるんだっけみたいなのを、僕らと一緒にディスカッションしたいとか、オーストラリアに興味ある人たちとつながりたいという方はぜひですね、概要欄にサイト貼っておくので、そこからご参加お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。